2011年末、全営業スタッフに iPad を導入し、自社開発したカタログアプリとシミュレーションツールで営業力強化を実現した三和シャッター工業。当初いろいろなアプリをご外注さんに依頼して作っていたんですけども、打ち合わせ時間とかですね、確認、納期も当然そうですが、もしくはコスト関係、例えば計量シャッター一つ取りましても、北海道エリアに関しては寒冷地仕様、九州に関しましては塩害対応のシャッターということで、エリアごとによって提案するシャッターが変わってきている、そういったところが検討事項になっていましたね。そこで同社は iOS 向けアプリを社内で簡単に制作できるシープを導入。カタログであったりとか動画アプリ、 e ラーニング等に活用しているアプリになります。画像であったりとか動画の方を用意しまして、リンクボタンなんかを貼り付けてカタログアプリにしたりとか、動画であったら e ラーニングのものにしたりしてます。社内で作れるので、営業とかの方からの要望にも細かく対応できまして、迅速に制作が取り組めるので重宝しています。いろいろと更新もまめになってるみたいですし、お客様に PR したい新製品の方がアップされてるのは多いんじゃないかな。従来はですね、企画立案してから、早くても半年ぐらいかかってますね。シープを使いますと2週間ぐらい、非常にタイムリーな提案ができていい評価もらっています。さらにコストの面でも、シープですと全て自社制作になりますので、外略で4割ぐらい削減できていると思います。そのためコストを意識せず、顧客や場所ごとの細やかなカタログを作成できるようになりました。さらに同社はシープを使って営業部の新人研修用に e ラーニングアプリを開発、営業活動の流れを動画で学習できるようになり、さらに確認テストで理解度の把握が可能です。動画で視覚的に学べるところがとても理解しやすいと思います。 iPad さえ持っていればどこでもできるので、商談の直前にちょっと確認したりとかいうこともできるので、とても助かっています。営業部隊、これのスキルをですね、なかなか定量化が難しいといった中で e ラーニング、これもうまく使えたらいいなと今検討中です。同社はシープの活用で提案力と営業スキルの向上を加速していきます。